はい、僕が仕事を選ぶ最大の基準は好奇心ですね。やっぱりこの仕事をやると新しいことが学べるとか、あるいは今まで身につかなかったスキルが身につくとか、あるいはもう新しい人と出会える、そういう好奇心を刺激するような仕事は、僕はなるべくお受けするようにしているんですね。あとはやっぱりね、人間関係ってのはとても大事で、やっぱりいろいろなご縁があった方とかつながりがある方、そういう方からの仕事ってのは基本的に、断らないようにしているんですね。実は僕はね、本当に不思議なんですけど、僕が研究者としてのキャリアを積んできたことも、それからそのメディアの中で仕事をしたこともですね、自分から仕掛けたことってのはほとんどないんですね。ゼロと言ってもいいんじゃないんですかね。ただ一生懸命仕事をしているとですね、やっぱりその様子をどっかで誰かが見てくれていて、でじゃあこれやりませんかっていうボールが来る。でそれをやっぱり精神的に打ち返すってことですかね。その現場で全力を尽くすということを繰り返していた結果、自分からは何も仕掛けてないのに自然になぜか仕事の幅が広がっていったんですね。ですのでこの、イマジネ大学の仕事も僕にとっては本当に大事な仕事ですし、これからねこのイマジネ大学いろいろその国際的にもいろんな展開をしていくんだと思うんですけど、できればねこの番組も含めなんか英語を使った世界的な仕事、これをねこれから増やしていきたいなと思っていて、そういう仕事が来たらね思いっきり打ち返す、このような、方針で頑張っていきたいと思ってます。皆さんもぜひ一緒に世界に行きませんか。この番組はエイブル、清水建設、人の時を思う JT の提供でお送りします。よろしくお願いします。 DNA の難波です。起業家になりたい君へという話をしたいと思います。起業って若者だけじゃないと思っていて、私はもうちょっと日本全体で言えばシニアな人も含めてそういう選択肢もあるのになって思うんで、あまり年齢でキャップをつけたくないんですけど、何回かやっぱり失敗した方がいいから早くやるには越したことはないよね。コンサルティングでこう人にこうするべきああするべきって言うのとそれからやるのは全然違う能力なので、もちろん起業家は何をするべきかっていうのを自分で見つけられなきゃいけないし、毎日意思決定の連続なのでちゃんと戦略も考えて決める人ではあるんだけど、それだけできる人っていっぱいいるんだけど実際やるのって本当に難しいから、やらないと意味がないっていう、でも性分ですよね。性分、何をやればいいのか何をやるべきなのかっていうことを問うのが好きな人と、実際それをやってみて世の中を変えていくんだっていう、そこまでやらないと気が済まない人、その後者の方に該当してるな自分はと思ったら事業家とか起業家いいですよね。まず継続ってあんまり深く考えない方がいいかもしれないんですけど、人によるんですけど、すごく粘り強くて長く同じことを頑張り続けられる人と、割と飽きっぽい人もいるんですよね。私どっちかっていうと頑張り屋さんなんだけど飽きっぽいタイプなので、でも起業ってやっぱり会社作ってしまったら潰れない限りは長丁場になるので、自分でこう自分の性格を理解して長続きできるような仕組みをこう入れるようにしていて、だから遠くのこう山を見てあの山の頂点を目指すんだっていうふうにこう進んでいくのが上手な人と、私は遠くに山があってもこう気持ちが奮い立たないので、目の前にこう山を作って、小さい山ですよね、だから今日明日の山とか今月の山っていうのを作って、でそれに向けてこうがむしゃらに登っていって、その頂点に到達できたら今度は次の山をまた目の前に築くっていうような、こう自分のこうマインドの区切りっていうのをそんな風に設定して、人の自分の強さとか性格よく分かってやったらいいのかなと思うんだけど、
まあ、でもとにかくやる方が今結構情報ってすごくどこにでも溢れているので、こうしたらいいとかこっちの方に勝機があるとかそういう話って大体みんなが分かってる話なんですけど、やっぱり踏み出すの怖いってあるんですよね。まだ誰もやってないことだと多少これをやったらうまくいくっていう現象は現れ始めてるんだけど、じゃあ自分が本当に先に一歩踏み出すかと、本当川を渡るのと一緒で、やっぱり渡った方が向こうの土地の方が肥沃でいいよねっていうのが分かっても、誰も渡ってない時に先にこうなんか濁流に足を突っ込めるかっていうところが起業家と、まあ、そうじゃない人の違いかもしれないですよね。それをこうやってやろうっていうのを面白く感じて足を突っ込むとですね、多分どんなコンサルタントも教えてくれなかったような情報が入ってくるんですよね。水の温度は実はすっごい熱かったとか、川の底は実は沼だったとか、ヒルがガーッと足から上がってくるとか、事前に教えてくれなかったよねっていうことがどんどん分かってくるんですよね。その時に2歩目ってどう踏み出そうかっていうのをものすごいプレッシャーの中で考えて、2歩目の戦略を組み立てて3歩目ってやって渡っていくんだけど、まあ起業家もそうじゃない人もこう同じ人間なので、やっぱり迷いもあるし怖いんですよね、恐れもあるって、それをなるべくこう背中に見せずに、できるよ、面白いよっていうメッセージをたくさんこう背中で見せないと、あんまりたくさんの人がこうついてこないから、渡り切った時に一人きりだと何もできないんで、やっぱりたくさんの人と共に行くためにはそのプロセスが実は面白かったりとか、絶対できるんだっていう、そういうこうメッセージをこう怯えや迷いよりもそっちを出して渡り切るっていう、そういうのがまあできるといい起業家なのかなと。私なんかよくもともとコンサルなんで迷いもすごい背中に出しちゃって、逆にみんなが先に行ってくれて私引っ張ってくれたりとか、そういうタイプですけど、起業家って概念的には迷いの中でもできるんだっていうメッセージをこう出しながら渡り切る人ですよね。でも起業って私人生で、自分の人生でいろんな意思決定してきたんだけど、多分一番良かった意思決定が起業したってことなんですよね。本当に面白いんですよ。楽しいし面白いし、辛いなんていうのかな、遊園地の楽しさと違って辛楽しい、それはやっぱり面白いので、多くの人にこの醍醐味分かってほしいなって、楽しいんだよ、同じ楽しみを味わってもらいたいな、苦しいんだけど、なんていうのかな、そういうリターンがあるとかじゃないんですけど、その経験自体が何者にも変えがたいものなので、なんか大きな組織に属してものをやっていくっていう中でもそういう醍醐味が味わえるケースもあるし、私はやってる自分の会社ではそういう会社にしようっていう考えだけで会社を運営してるけれども、でも企業はもう間違いなくすら楽しい、もう最高最高です。大学で建築考え始めるのはもう遅いと思っていて、常識が勝っちゃってるので。クリエイターあとそのゆかいな仲間たち、クリエイターとその愉快な仲間たち。今月のマンスリーゲストは建築家の伊藤豊夫さんです。よろしくお願いいたします。いやー、ここまで3回いろいろと素敵なお仲間を含め、ね、いろんなお話を伺ってきましたけれども、伊藤豊夫さんからトラウデンさんの建築に対する、はい、理解がすごいと、まさかまさか、はいはい、すごいですか。瞬時的にこうパッと、あ、さすが、本質的なことを聞かれてるんで、そういうものだって作ってらっしゃるからこう感じてしまう。いやいや、もうすごいですよ。さすが、育てるのがうまい。いや、もったいない、もったいないですよ。育てるといえば、うん、子ども建築塾を2011年からされているんですよね。これどうい
ったものなんですか。はじめはですね、はい、大人の、まあ、これからの建築を考えていこうと思って若い建築家の人と一緒に考える塾を、うん、その時に一緒に小学生にも建築塾を作ろうと、うん、なぜかというと古典を美術館なんかでやると必ず一回子どものためのワークショップやってくださいって言われるんですよね。で1日のワークショップやるとなかなかまあ子どもたちってこう冴えていて、この子たちと1年間一緒に建築を考えたら結構面白そうだなと思って建築塾を始めたんです。なるほど。小学校の高学年ぐらいだと一番こう夢もまだ描けるし理性的にも語れるようなそういう、そしてまた子供から大人に変わっていくちょうど、ね、年齢なんですね。それでまあその年齢の子供たちを集めて始めて、まあ、10年超えましたね。そうですね。2011年からっていうことはできるだけ、まあ、自由に描いてもらおうと思って、うんうん、1年20回やってるんですけど、前半10回は家について後半10回は町についてということで、学校だと図工とか社会とか工作とか分かれて教えてますよね、うん、でも家ってなんだろうっていうふうに考えると家族のことも考えなくちゃなんないし、環境のことも考えなくちゃいけないし、もう少しエンジニアリング的なことも考えなくてはならないし、まあいろんなことが組み合わされてるわけですよね。これ2011年からスタートってことはもう建築学科の学生になってる人とかそうなんですいらっしゃるでしょう ね今4人講師がいて、うん、僕は 2,3 回に1回顔を出してるんですけども、はい、その講師の他にほとんどマンツーマンで、うんうん、大学の建築学科の学生さんが TA で来てくれてるんですね、うんうん、どっちにとってもすごくいい効果がありそうですね、うん、それが今おっしゃったようにもう最初の頃の子供が TA になって来てくれるようになったんで、うん、すごい、それはすごい、うん、でもこういう子ども建築塾っていうのがあるまでは建築って大学生から始めるのが一般的だったんですかね。そうなんですよね。北欧なんかだとフィンランドなんかだと小学生のもうカリキュラムの中に建築って入ってるらしいんですけども、すごい、それ大学で建築考え始めるのは僕はもう遅いと思っていて、なるほど、常識が勝っちゃってるので、家って言ったらこんなもんだろうというふうに思っちゃってるんですよね。さあそして第4回はゲストの方来ていただいて毎回ワークショップをしているので、今回もちょっとワークショップ風に私と茂木さんも一緒に家って何だろうを考えてみようと。茂木さんにとって家っていうのはどんなものですか。僕なんか伊藤さんが仮設住宅のことでおっしゃったこととちょっと関係あるんですけど、やっぱり戦後の日本ってやっぱりとりあえず住居を確保するというか、だから家について本当はみんなが思ってる夢みたいなものを封印してるところがあるなって思って、僕やっぱり小学校の時に読んだ赤毛のアンっていう小説の切り妻屋根の家に住んでるんだね、アンシャーリーってね、その屋根裏部屋みたいなところに割り当てられるんだけど、屋根裏部屋って一回住んでみたいなみたいな、住んでみたいよね。でもそういうことを普段我々あんまり考えないようにしてるじゃない。意外となんか決まった 3LDK の家とか、ね、マンションとか、そうなんですよ。だからなんかね、日本人の家に対する夢の描き方ってちょっと小さくなってる感じはする。いや全くおっしゃる通りなんですよね。ですよね。僕はね、家っていうより、まあ、建築ってなんだろうってことを、うんうんうん、考えているんですが、鳥の巣と何が違うんだろうっていうふうに考えるわけですよ。そうするとある時までね、狩猟民族だった頃は、うん、鳥の巣とそんな変わんないんですよ。例えばアフリカにいるピグミーはね、木の枝を集めてきて、で外側に葉っぱをねかけて30分で家作っちゃう、それで魚や動物や木の実が取れなくなったら別のとこ行ってまた30分で家作る。パオもそうですよね。そうするとね、なんか人間のこう体を覆ってるようなものが家だったわけです、うんうんうん、ところが幾何学を考え始めた時に人間って四角い家を考え始めるわけですよ、うん、そうすると体から離れちゃう。あ、なるほど。四角い家はそれで、その代わり四角い家っていうのはつなげることができるし、まあ一軒の家でも部屋と部屋を分けることができる。そうやってどんどん分割したり接続したりして
今日のような高層ビルができたり、うん、あの都市というものに変わっていくわけですよね。なるほどな。あのそれはね、一方ですごい技術の発展だけれども、人間の動物的なその感受性をどんどん失っていってしまってて、坪木さん言ったようにやっぱり屋根裏のあるようなね、そういうところに人間住むとやっぱり変わると思うんですよ。確かに。四角いマンションで 3LDK に住んでたら、うん、やっぱりね、どこ行っても同じじゃないですか。トラウデさんはなんか家ってどんな。いや、あのなんだろうなってずっと今も考えてたんですけど、うん、今の伊藤さんのお話で思い出したのが、うん、私小さい頃、幼稚園小学校低学年ぐらいの頃まで、うん、お家の中で家みたいなのを作るのがすごく好きだったんですよ。だからちっちゃい頃のおもちゃをこう赤ちゃん用の囲いをこう立てて、その上にいろいろかぶせて家に見立てて、おうちごっこみたいなことしたり、ね、雨の日は傘をいっぱい広げて外にこう傘を立ててパオみたいなのを作って遊んだり、巣っておっしゃったのがすごくしっくりきて、なんか自分の巣をそこで作っていくのがすごい好きだったなっていうのを思い出しましたね。それはかなり本質的なことですね、うん、楽しかったんですよ、それが。それを今思い出しました。家って私にとってはそれかもしれない。ああ、なるほどね、うん、僕は今犬を飼っててね、はい、もう老犬なんですけども、今やっぱり マンション暮らしで、いわゆる 3LDK っていうのかな。そうすると僕らはまあ、決まったところに寝て、決まったところで食べて、決まったところでテレビを見て、ところが犬はね、もうそんなことお構いなしに冬の日だまりのところ行って寝転がったり、夏暑いと玄関の叩き行って寝たり、一晩でも寝る場所を結構 2,3 回変えるんですよ、うん、そうするとマンションの何 LDK 関係ない。なるほど、うん、確かに。それ場所を選ぶっていう、この前にあの大西さんたちが言ってたように、うん、場を作るっていうのはねすごく重要なことで、はい、その傘とかね、そうやってあの家の中になんかもう一つ何かお湯をかけるっていうのはね、すごく人間として本質的なことだと思いますね。で、私は自分で作っておきながら、うん、自分ではそこに寝泊まりせずに、うん、弟にそこに住めって言って建築家じゃん無理やり他の人のために言いつつって、赤ちゃんだったからトニーをこう弟をこう突っ込んで建築家です建築家ですよ、それはもうちっちゃい、ちっちゃい頃ですけどねすごい話で、いい話だよね。なんかね、この家ってなんだろうっていう課題をもう少しこう具体的にいろいろ、今年は橋の上に住むとかね、それから動物と一緒に暮らす家ってなんだろうとかっていうと、大体の子は猫と一緒に暮らすとか、魚を見ながら暮らすとか、なんかその程度なんですけど、一人の男の子がね、始祖鳥っていうのはなんか動物としては一番まあ初期の、すごいその怪獣が大好きな子で、怪獣のなんとかっていう怪獣と、それからムササビと人間とかね、一緒に暮らすっていう家をね提案してきた子がいて、すごいな、ちょっと僕ら動物と一緒に暮らすって言ってもそんなことおよそ考えない、そこまではいかないですね、うん、いや、いい子ですね、その子。いや、その子はね3年間やっぱり来て、今来年大学受験でね、すごい優秀な子で、あの推薦状まで僕書かされて、うん、伊藤さんの推薦状があるのはすごいことですね。そうだね。でもね、なんか推薦状書いたらね、こういうことも書き加えてくれって言って注文つけない伊藤とように注文つけない、大物になりそうないやすごい、ね、伊藤さんにとってのこの質問ってどうなるんですか、家ってなんだろうっていうのは。いや、僕はだから、そういう住宅レベルの時にはこうやっぱりいつも何かを覆ってる、その一番人間の体に近いところには家具があったりして、うん、その上に部屋みたいなものがこうあるっていうような、そういうレベルで考えられるんですけども、最近公共建築なんかだともう少し大きい建築になった時には、うん、なかなかそういうふうにはいかなくなっちゃう、何層にもなるし、うん、その時にどういうことを考えようかっていうんで、自然の中にいるってことを考えて、人間って自然の中にいるとリラックスできるし、安心して寝転がったりできるので、そういう建築作りたいといつも思ってるんですね。だからどうやってその四角い箱なんだけれども、
そういう建築の中に自然を感じさせるような、建築ができるだろうかってことを一生懸命今考えてますね。でも多くの方があれですよね、あの建築について考えるときはまず家からスタートするのがいいのかもしれない、ね、特に子供はそうかもしれないですね。そうですね、散歩するのが好きなんで、やっぱり散歩できる街が、再開発されちゃうとすごく人工的になってしまって、あんまり。そっか、大きい建築ってなると街づくりとかにも関わってくるんですよね、きっと。街もその東京のような都市だともう密集して四角い家ばっかりが建ってるじゃないですか、うん、でもその中に結構その切り妻のね、うん、そういう木造の家って今でも、はい、たくさんこうあって、はい、なんかそういう街であってほしいなと僕は思ってるんですけども、いつの間にかこう高層ビルに建て替わってるっていうのはちょっと残念な気がしていて、うん、地方都市に行くとまだ公共建築でも結構敷地が広かったり周りが住宅の土地だったり、うんうんうん、大きな公園の中だったりというようなことでまだそのなんか身体との環境を考えられるんですけどね、うんうん、トラウデンさんは街はどういう、もうちょっと見えるようになってほしいというか、見えるっていうのは人と人が見えるようになったらいいなと思って、うん、やっぱ お隣さんも知らないご近所さんもあんまりお話ししない、ね、っていうのが多いから、どうしても東京に住んでると今台湾で集合住宅を作っていて、うん、そこで提案したのはマンションっていうか、まあそういう集合住宅って扉一枚閉めちゃうと中で何やってるか分かんない、今おっしゃったよね、隣の人とは全く関係がなくなってしまうんで、うん、扉の内側にもう一つその格子、風が流れるような家を作って、それはロックすれば安全性は担保できるし風は通り抜けるようなものを作って、うん、そうするとまあ少なくとも 家ともうちょっとつながりが、うん、廊下とのつながりができるし、ヤッホー行ってきますぐらいの、ね、うん、お隣さんに言えたら楽しそうだなと、ね、そうそう、マンションの中廊下って随分変わっていくと思うんですよ、うん、茂木さんはどうですか、街づくり、街ってどんなものですか。僕は散歩するのが好きなんで、やっぱり散歩できる街が圧倒的に好きで、それは本当に伊藤さんがおっしゃったことにすごく共感するんですね。界隈っていうか例えばビルとかそういうのの単位じゃなくて、もう街並みとか流れとか、そこに子たちがあって、ちょっと小さな公園があって川があって、散歩してて気持ちのいい街っていうのをいつも求めてて、で最近できた街というよりもなんか伝統的な集落とか、はいはい、そういうところの方がそういうところ多いですよね。今おっしゃったのはやっぱり川とか木とか、うん、そういう緑とかね、その自然の要素がこうはあるんですけども、再開発されちゃうとその川にしても水にしてもそれから木にしてもすごく人工的になってしまって、あんまりなんかね、きちんと整備はされてるのかもしれないけれども、歩いて楽しいって感じはないですよね。まあとは言いながら今みんなマンションとか住んでて、僕好きだったのがウィーンのフンデルト・バッサーハウスっていう、なんかバッサーハウス、住まれた、フンデルト、いや住んでないです、住んでみたいですけど、フンデルト・バッサーの家ってのがあって、まあこれはもう伊藤さんはよくご存知だと思うんですけど、はいはい、窓の権利ってのがあって、窓から手出して声が届く範囲を自由に塗っていいっていうの。ああそうなんですか。ああいうなんか仕掛けってきっとできるんでしょうね。できるんでしょうね。あと前フランス人に聞いたのは、なんかチーズ買って俺冷蔵庫入れようって言ったら、チーズなんか冷蔵庫になんか入れないわよとか言って、ちょっとチーズはなんか室温で、でそこからが面白くて、窓のところにチーズ外気温のため、外気温に貯蔵するためのなんかこういうのがあるとか言って、パリのそうなんですね、そういうなんかディテールがなんかいいと思いません、うん、そうですよね。あとよく外国の家にあるキャットフラップっていうか、なんかほら猫が出入りする、はいはいはい、ああいうちょっと今のマンションとかの生活でもなんかそういう、うん、なんかちょっとした工夫が、うん、特に窓はね、やっぱりもう少しなんか工夫すると楽しくなりそうな要素は、うん、なんか外国から言ってると窓がその通りを歩く人のために見せるための窓みたいなのあるじゃないですか、はいはい、手窓で ねああいうのいいですよね、はい、飾って外の人に配慮をしてますもんね、うん、それこそこの間エイブルさんのコンペの審査会に私もちょろっと参加させていただいて、学生さんたちが作ってくる
建築のアイデアみたいなのを見させていただいたんですけど、それこそこう外とのつながりだとか自然とのつながりを意識されている方が結構いらっしゃって、なるほど。だから今後のこれから出てくる、それこそ、ね、伊藤さんが今子供を建築塾で教えてらっしゃるお子さんとかが作ってくる出してくる発想っていうの、日本の建築の未来にはいい影響を及ぼしたりするのかなと思うんですけど、そうですね、うまく子供塾の子供が育ってくれるとね、うんうん、あの常識に束縛されないで、うん、あの自由な発想で大人になっていい建築家になってほしいとは思うんですけども、まあ、僕はあの、まあ、311の時はもうちょっとや日本変わるかなと思ったんですよ、うんうん、ところがまあ2年ぐらいしたら、まあ、すっかり元に戻っちゃって、それで今度コロナでだいぶ移住する人が増えたと言われてますけれども、うん、一つはまあ、あの地方行っても仕事ができると、東京の会社を辞めないでもそのまま地方で働けるっていう人が結構いますね、うん、昨日もね、実は昨日大三島から帰ってきたんですけども、うん、一昨日と2日間行っていて、向こうで会った人でも空き家を借りて一軒貸しの、まあ、あの、まあ、民宿みたいなことをやっているんだけれども、本人はそれだけじゃ食べられないから、うん、東京の AI の会社にまだいるっていう、だからそういう暮らし方っていうのはできるし、うん、大三島なんかの場合だと空き家がもう山のように800軒もあるんですね、うんうんうん、すぐ住める家もあるし、家賃はもう 2,3 万で1棟借りられるので、そういうところで暮らすような人たちってやっぱり増えてくると思いますから、うん、ね、トナちゃんがあの子供の時家作ってほら、うん、弟を住まわせた無理やりですけどね、まあまあ、でも子供の時僕も秘密基地とか作ってて、ね、そうですね、だからやっぱり子供って意外となんか家とか建築ってなんか最初の遊びの中にありますよね、うん、あります、うん、あれはすごいですね、子供ってね、確かに、あの子供塾でも秘密基地を作るって男が多いですよ、今やっぱ多いんだ、うん、いやでもそうですね、私もいつかね子供ができたとしたら秘密基地ごっこする、秘密基地が作りやすい環境に住んでたいなとは思いますね。でもそう考えるとやっぱり子供の発想の中に未来へのヒントがあるのかも、そうですね、ですね、てか伊藤さん自身がなんか子供の心をまだ持ってらっしゃいますもんね、うんうんうん、いやそうでありたいと思いますけどねもうそのまま年取っちゃってもうこんな大御所になってもまだ子供のような、ね、いやいや純粋な気持ちがそうはいかないです、うん、いやということで4回の総まとめとして再度、はい、伊藤さんから私と視聴者の皆さんに課題かテーマを何かいただければと思います。やっぱりさっきの、話に出てきたような未来の街、日本の街っていうのはどんな風になってほしいのか、うん、まあ、東京もどんな街になってほしいのか、そのことをもうちょっと僕も聞きたいし、皆さんも考えてほしいなとすごく思いますね。今ある東京を受け入れる、うん、ってかその自分の住んでる街をね、うん、受け入れるってだけじゃなくて、はい、積極的なんかちょっと想像してみるって、そうですね、提案してみるってことですね、はい、そう思います。大事だね、大事ですね。いや、とっても面白い4回でした。伊藤豊さん、4回にわたりありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。植物、人の世代交代が似てるっていう。アートは目的じゃなくて手段だよみたいな。の、まあ、世代交代が似てるっていう話ですよね。まあ、なんかさっきちょっと植物っていうのはもう本能的にいかに自分の子孫を効率よく残して効率よく遠くに生かすかってことしかほぼ考えてないっていうね。世代をじゃあ残すために生まれてきてて、実はだから人間が愛し合ったり性欲を持ったりするっていうのももちろんそう。もっと言ったら性を持たない、地球上の4億5000万年前に川から植物が陸上植物が侵入してきた時は植物は性を持ってなかったわけですよ。でこれを
性を開発して、例えばそれが花っていう機能を開発して、花っていう機能があるから多様性が生まれて、その裸子植物が非植物になったっていうのはものすごい大きなことなわけですけど、どうやったら効率よく世代を交代していけるかなっていうことを考え続けた4億5千万年、まあ多分それは生物が生まれた40億年前、35億年前、シアノバクテリアの時代からずっとそうだと思うんですけど、まあ僕の専門は陸上植物なんで、子孫を残そうと思ったら受粉させなきゃいけない、で受粉させるためには自家受粉できる植物もあれば、いまだにそれが手伝ってもらわないとできない植物も多々ある。虫に手伝ってもらうものは中媒化、鳥に手伝ってもらうものは長媒化、風に手伝ってもらうものは風媒化、でそれはそれぞれこの辺に鳥が都合のやついるぞと、この辺は暑い砂漠だからコウモリがいるのは分かってるんだけど、コウモリは夜しか働かないから夜に咲かせたれって言って、サボテンを夜に例えば咲くわけですよね。そういうのが周りの環境とか鳥とか動物たちと植物たちが共存して世代をなんていうの残すためのメカニズムがずっと長い時間続いていて、そういう意味では素晴らしい、見本となる生物なわけですよね。で基本的には僕も人の親の子ですけど、娘や息子のためならいつでも死ねる、健やかに健康に生きるために全てのことが親としたらできるじゃないですか。だけど一個面白いのは、テレビつけたら人間の場合親が子を殺す時もあるんですよね。子が親を殺す時もあるし、裁判でお金で揉める時もあるし、俺の親子みたいにでこれはねやっぱね、人間っていうのはねちょっと一筋縄いかへんから、まあ、美談にするのであれば植物を見習って、自分は死んでも子孫を残すっていうのが本当は僕はなんか素晴らしい摂理だなと。でもやっぱり人間っていうのはちょっとやっぱややこしくって、そういうシンプルにいかないことがあるから、だからこそ逆に、まあ、植物を見習いましょうじゃないけどっていう話に なるんかなって。まあ俺自身が結構その親とは同じ商売をやってると大体揉めるんですよ。今後もそれっても人間が人間である以上避けられない、なんかものなのかな。それはやっぱね結構なんか人間特有だなと。例えば植物だったらアガベっていう植物があって、例えばスーサイドプランツって呼ばれるんですけど、まあパイナップル科の植物も一部そうだし、ヤシでもスーサイドパームっていう、タヒナっていう植物、スペクタビリスっていう植物があるんですけど、要は植物の親が死ぬ時自分で決めて、自分の全勢力をかけて自殺する時に子供をたくさん残してっていう性質を持った植物ってちょこちょこあるんですよ。まあ、ああいうのはなんか俺は最初聞いた時衝撃的だしたけどね、知った時はね、すげえな植物と思って。なんか植物だけなんですよ、なんか動物とか虫とか人間とか全部何かしら殺し合ってきてるんで、陸上植物が4億5000万年前に上陸したっていうか、その前から始まって戦いって生物たちって生物たちっていればいれば必ず殺し合うんですよ。人間なんてもうね、殺し合いのなんていうの歴史しかないわけじゃないですか。今日も誰かが誰かを殺してるっていうね、そのね揉めてることってねもうね当たり前なんですよ。逆に言ったらもう植物だけです。本当に日照権奪い合ったりとか、まあそういうのはあります。だけど基本的にやっぱ動物っていうのはもう本能的に他者を殺してでしか生きていけない、まあ、生物なんだなと思いますね。これだから教えてくれたの植物だって、これねもうねこれが大事、この本をぜひ Amazon で買っていただいて。僕が物を作ってることって何だろうってね、だから僕のアートは
目的じゃなくて手段だよみたいなことが最近結構明快になってきたんで、その話をしてみたいと思います。やっぱり自分がこう、作家になってくプロセスっていうのが何度かあって、自分絵描いて何したいんだろうってすごい考えたね。26歳の時だったかな。当時バブルでなんかこうパワーなんだよ小池君、インパクトあるビジュアルが欲しいんだよみたいなことを言う人がやたら多くって、でその目的何なんだろうみたいな、気持ち悪いなと思って、東京の僕文京区住んでてすごく綺麗な街並みだったの、それがバブルでどん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 失われていくことに対してちょっと怒りみたいなものがあった。それは子供の時過ごした田舎の風景が高度経済成長期が行き着いちゃって綺麗な里山が失われてきたって、そういう喪失感みたいなことで、アートとかそういうのって本当必要なのかなって、自分が必要なものってなんだろうと思ったら、まあ東京の街に暮らしていても歩いていて美しいなと思える街になればいいなって、人が歩くスペースで物を考えられることが自分にとって幸せかなって思うようになって、でそこに向かそこを表現できる絵を描きたいなと思って、それでまあ、あのフランスの画家、戦前活躍したデュフィーって人の作風を見て、あなんかここ人が歩いてるなと思って、そういったものをイラストレーションとして社会で使えるものを作ったらいいんだろうっていうふうには思ったんですけども、そんなものはたやすく手にできるわけもなく、だったらまあ自分でイベント作ってちゃんと人のとのコミュニケーションできる場所を作って、そこで必要とされるものは何だろうって自分で探る場所を作ったりとかやってきて、まあ段階を踏んできてやったんですよね。幸せに仕事を取り組んだんだけども、自分に子供ができた2000何年だあれ10年かな、そしてその次の年に東日本大震災っていうのが来た。その時やっぱり多くの人がそうだったようにすごい無力感みんな感じて、表現なんかやっていいのかなっていうのがあったと思うんですが、まあ実はその直前に僕は友人を亡くしていて、その時に何ができるかなと思った時に菜の花の絵を1個描いたんですよね。そしてあなんか人の生き死にみたいなところと向き合って描くとこれだけ無欲のないものが生まれるんだと思って、震災があった時も一瞬立ち止まったけども、まあ、その後被災地ずっと回ったりとかして瓦礫の山に言葉を失うが、なんか花を探すっていうのかな、まあ、パンしていくと今までその知らなかった東北の美しさみたいなのでや、俺ここで美しいって思っていいのかどうかって悩むところもあったんだけども、今そこで出会った人たちと会話しながら美しいって感じていいんだみたいなことを自分の中に落とし込んで、それから東北の風景だったり花、自分の身の回りの風景だったり、そういうものを描いた10年があったんですよね。それでそれが何のためになるのか分かんないんだけども、まあ、自分の箱庭みたいな部分もあると思うんですよね。自分って何だろうっていうところを探る旅のような、それででも展覧会をまずやった震災の次の年だったかな。それだら絵を見て泣く人がたくさんいたんですよね。僕たちは被災者っていう呼ばれてない人間で東京だったんですが、私怖かった、どうしていいか分かんなかったけども、あれから1年で今この絵を見て初めて怖いっていう言葉を口にできたっていう人が一人や二人じゃないんですよ。ってこんな力あるのと思って、まあ、その経験があったから10年続けられたと思うんですが、だから何かこう自分を認めてもらおうとかそういう意識っていうのがどん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 失われてって、やっぱりあなたと私の間にあるコミュニケーションが動き出す何か美しきもの、そういうものを作りたいなと思って、この10年で自分の創作イラストレーションだったり絵を描くってことが目的じゃなくなって、絵の力を信じて何かこう人の気持ちを解放するもの、人のコミュニケーションを掘り起こすものっていう目的がすごく明快に変わって
ったんですよね。そしてまたそこの人と人の間にどんなものが必要なのかって考えて、じゃあこういうものが必要なんじゃないのって書く。そして今戦争が起きた、配信される戦争が起きた、でもそこでもやっぱり立ち止まる必要ないなと思ってネットに絵を上げたりとか、そういうことはまあ自然にやってんだけども、これってどういうことかなって考えていた時に、僕の町の仲間、素晴らしい人がいるんですよ。ルヴァンっていうね、天然酵母パンを日本で広めたような店、ルヴァンっていう店があって、そこでなんか今世の中殺伐としてしたから、アミゴさんちょっと絵展示しといてとか、展示するよなんて展示しといたら、そこに一枚紙が、改めて今回のテーマは出る杭は打たれる、遊びも大事だったり、その時に友達めちゃめちゃ作って、子供の気持ちを、子供の気持ちっていうより大切にするっていう、昔々南青山と、この番組はエイブル、清水建設、人の時を思う JT の提供でお送りしました。